嘘じゃない。この目で見たんだ。ええ、信じますよ、もちろん。<笑>あ、もっと詳しく話していただけますか。先週は金曜の夜、パブから帰る途中、女が歩いてきたんだ。ふらついてるから酔ってるとは思った。<笑>自分こそ酔ってたんじゃないんですか。何杯飲んだんです。いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ。その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が腐ってるようだった。<笑>まるで死人さ、悪く死人みたいで。 神さんみたいで。このような者じゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯を抜き出しに。なんだよ、いいとこだったのに。 眠い。やっちまった。そんな嘘だ。 誰か、いないのか。何なんだ。大丈夫か。 動かないで、すぐに戻る。
何が起きてるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ええ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ、兄を探してるの、彼も警官。とにかく、出会えてよかった。この先一体どうなるか。したため、ラクーンシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。嘘でしょ、信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ、きっといる。歩くしかなさそうだ。走るの間違い。ああ、そうだな。嘘だろ。Thank you.
嘘だろ。住民はみんな良かった。警察署だ。まだ誰かいるはずだ。まずい。ベイト、マービー、見てるか。脱出路が分かった。ここに。彼を見つけないと。
なんてことだ。しばらくは安全だ。助かった。マービン・ブラナだ。レオン・ケネディ、もう一人警官がいた。でも立て。お前は悪くない、レオン。こうなった原因は？さあな、分かってるのはここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけだ。先週から出勤のはずが待機命令が出て、もっと早く来てれば。今いるだけで十分だ。準備できました、警部補。ここから出る方法を探さないとな。お前が会ったエリオットはこの隠し通路を探していたようだ。それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。俺が行けば足手まといになる。
お前にこれを。でもこれはいいんだ。俺の二の舞になるな。もし奴らを見つけたら、相手が警官だろうと、決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。いいな。わかりました。想像してた初日と違うな。